逆に聞きたいのは、なんで豆彦だけはこんなに無視されてんのかっていう。いやそれがね、うん、この間古本屋で、うん、なんかこうカフェの特集の雑誌を買ったんですよ、うんうん、なんか今なんとかのみたいなだったと思うんですけど、まあ、1年かぐらい前なんですよ、うん、ペンだったかブルタさんはちょっと忘れたんですけど、うんうん、でまあ豆彦乗ってそうな企画だったんで、うん、見たんですよ、うん、乗ってなくて、うん、唯一、うん、その今東京でここがいいっていうカフェを、うん、あのこう上げ合う対談が4人ぐらいの、うん、そこに1行、うん、豆彦のことを話す人がいて、うん、いました、うん、であのまあ特殊、まあちょっと詳しい内容忘れてたんですけど、うん、特殊すぎるけど外せないよねみたいな切り口で言った人がいて、で豆彦はほんで他の人も全員豆彦のことは認識してて、うん、であの外せないよねぐらいの感じで終わりみたいな、こんな分厚い特集の中のあの対談のあのなんか5行ぐらい、うん、あ持ってると思って、いやだからほんそんなんだよ、だってだから、ね、独自の路線みたいなことを書いてたと思う、で多分あのあっちの宇田川、宇田川があった頃の、いやだって宇田川あたりも奥渋が熱い、奥渋にあるカフェベスト10みたいなやつでも、ま、見開きのマップがバババババッと出てて、もうこんな店あるんだっていう店もいっぱい出てんのにうちだけに載ってなかった。だって奥渋っていう言葉ができる以前に店作って、多分できた頃にできてしばらくして会って話した時にこれから奥渋来そうだよねぐらいの話を多分したと思うと、あのもう客来なくてあの渋谷店どうしようみたいな感じに最初なってたけど、なんかあの通りがだんだん暑くなってた頃じゃないですか。そうだよ、だからそのセンター街から全部こなんかいろんなカフェが出てて、明らかにうちの前を通ってそれ超えたなんか遊歩道のところのカフェもちっちゃいのもいろいろ全部乗ってんのに、普通はさ、そのあれなんでここに豆彦があるのに乗せないんですかって、うん、ありますよね、誰か言ってもいいじゃない、うん、言ったけどあそこはみたいになったんですかね。もういやいや豆彦は乗せてはならぬ、まあ、そこはカフェじゃないって思ってるとしか思えないぐらいもうモーラって書いてあった、奥渋カフェモーラ、うん、モーラマップ、うん、でもセンター街から乗ってるのよ、うん、センター街からでももう切れちゃってたならしか、あ俺だってさ、あそこの手前まで、ね、あのローソンまでで切れちゃってんならさ、うん、ローソンから代々木八幡までならさ俺も諦めつくわ、うんうん、センター街出てんのにヒュンって行ってもう全然違うとこに乗ってあれ、うんうんうん、いやそれでね、うん、乗りたいんですか、じゃあ来てもいやいやちょっと待って乗りたいったってさ、もしだよ、でもまあ勝手に乗せんのか、そうじゃん、うん、だってお前がさ町20人しか住んでない村でださ、うん、まあそうね、ね、20人しか住んでるの全部さ20人の村にさ、それが境村特集、うん、境村特集はおかしいか、うん、まあ、まあ、村人特集でね、村人19人顔写真とさ生年月日と好きなもの、うん、ね、バナナとか、うん、さくらんぼとかって書いてあるところにさ、うん、お前のどこだけがさこれいじめじゃん。つまりいじめと捉え、でそれで乗りたかったみたいな言われたらさ、そこ乗りたかったも含めていじめじゃない。まあそうね。違う。そうでしょ。だって乗りたくないよ別に。乗りたくない。けどさ、まあね。モーラマップって書いてあって乗らないのはさ、まあそうね、意図してるとしか思えなくないかっていうことじゃん。まあそうね。そうでしょ。うんうん、だからあのほらあの。NHK をぶっ壊す党みたいなのがさ、だから党首討論って言ってて、一人例えば呼ばれなかったらそれいじめじゃん、え出たかった、壊したいんでしょとかって言って、いやいやだって党首討論だからそれは出るんじゃないのって、まあね、むしろ不都合な真実を隠しちゃダメじゃん、マスコミなんだしって思うじゃん、マスコミなんだから
まあそうですね、マスメディアでしょ、うんうんうん、そんなの地方の人はさ、なんか何そのマップ見て今奥渋暑いらしいぜって和歌山の中学生が言ってるとするじゃん、うん、ね今度東何、まあね、どんな方言喋るんだか知らないけど、うん、東京さえ行くべみたいなこと、和歌山関西弁ですよ何じゃあの関西弁出ないけど、あの東京行くべとかってえ言うじゃない。その時にさ、あじゃあ奥渋行こうぜってなるじゃない、うん、その時にさ、もうよしじゃあこれ乗ってっつっても、その和歌山の中学生はさ、うちの店の目の前をこうやって、あ もうそろそろだ、名店だぞって言ったら、いやいやいやお前名店スルーしてるからなって言いたくなるじゃん、うん、でもさ、その N 国党は、うん、みたいなもんだとした時にさ、うんうん、逆にすごいですよね。だってモーラの中で一人、うん、意図的に弾かれてるってことですよね。まあそうそう、だけど N 国と同じジャンルだと思われてるってこと自体はさ、いや N 国的に思われてるかどうか知らないですよ、うんうん、いやだから俺たちを乗せることの不都合があるとしたら、うん、その不都合の理由を聞きたいよ。いやだからカフェには収まらないと思われてるじゃないですか、うん、それはすごくよく捉えすぎじゃないいやだったら、うん、カフェ俺たち乗せて、ただし収まらないって書いてくれればいいじゃん、米印。まあだから関東で特集する必要が出てきますよね。そうするとなんかちょっと企画の方向性として、いきなりカフェ特集なのにカフェに収まらないみたいな店から始まると、ちょっと着地があってなって。え、じゃあ例えば何、アニメ特集って言ったらジブリとか載ってないのじゃん。あれはもうアニメの、いやだからあえて載せないっていうのもあるんじゃないですか。あ、それはじゃあジブリの圧力じゃなくて、うん、勝手に出版社がこんな私たちみたいなチンケな雑誌にのアニメ特集にジブリなんか載せるなんておかしい、もうああいうのはもう大きな出版社がジブリ特集、ジブリ本として出すならあり得るけどってこと。そうそう、だからジブリ特集でやっとジブリの細かいことをやるっていうなら載せるけど、うんうんうん、いやでもね、うん、いや豆彦はそう、ジブリなのかっていうのもあるけど、いやいやもちろんあるよ、うん、そうそう、だからジブリならジブリ本があるから、うん、ちっちゃな雑誌に載ってないならわかるよ。だからうち別にジブリ本っていうのないからね、イカヒコとか、うんうん、M 彦っていう自費出版はあるけど、自費出版と、いやいやあそこはカフェの枠に収まらないって言って全くって言うと、世間は誰も知らないってことになるでしょ。まあだからそれを最初に本出しませんかって言って来る最初にというか、うん、本を出すとしたら、うん、まあ、そういう本ですよね。つまりその、そうそう、まあそういう豆彦特集をしてくるところが多分第一冊目だと、まあムック本みたいなレベルで、うん、一冊オール豆彦みたいな、そう、うん、でそのだから出版社はそういう取材、あそういう企画があまた来てらっしゃるでしょうけど、うん、なんでオファーをお断りになってるんですかっていうわけよ。いやだから来てねえよって、うん、言うとまたまたって言うから、じゃあ私たちがあの取材をね、じゃあ第一冊目出したいですっていう風に言うから、俺も、うん、あじゃあ楽しみに企画お待ちしてますねって言ったその企画が、うん、その人気のカフェの人気のカフェの作り方だから、うん、そこなのかよ見てるとこはって言うと、じゃあってなってるから結局豆彦は知らないし、うん、こうやってここに来てる人たちも、うんうん、どうやって聞きつけてんだか、まあ、これだけこの緊急事態宣言の夜の渋谷に、うん、テレビ局はみんな人のいないところを、うん、カメラはいる人いるじゃん、うん、ここ取材に来ればいいじゃん。確かに。でもここには来ないじゃん。だから勝手にこの人たちは隠れキリシタンみたいになってるわけ、うん、つまり隠れてないのに勝手に周りを埋められて隠れキリシタンになってるっていうのはどう、うん、隠れキリシタン、うん、隠れてないのにみんなが見てないふりしてるから、うんうん、いつの間にか隠れキリシタンになってる。だからえキリシタンだよって言ってるキリシタンってどこにいるんだろうっていうか、いやだからいるよ、えどこ、うん、
本当にいないですよね島原にってなってるっていう隠れ隠れキリシタンってこと。うん、まあ、あ、豆彦は？いやだから豆彦は別に私たちは何も隠してないじゃん。こっそりなんかこういうことをやってたらあれだけど、ラジオを随分もう10年以上もやってて、そこでは、うん、まあ、そうね、聞けば、うん、本当に赤裸々にね、なんか情報操作をしようとしてんじゃなくて、うんうん、とんかつ屋のおじちゃんに逃げられたら、もう逃げられた翌日に逃げられたけどどうしようっていう放送をね、うんうん、透明性を持って、うん、豆彦はやっているわけじゃない。その俺がなんかどっかのそれを勝手にみんなが詮索して、あ、うん、詮索なのか忖度なのか分かんないけど、うん、あ、詮索じゃないか、もうだから勝手に想像して豆彦のあれは御曹司、どっかの御曹司なんじゃないかって言われてる店員何人もいるのよ。豆彦さんって道楽なんでしょって、あの社長がどっかの御曹司なんですってねって、うん、まあありえる話ですよね。そうだから御曹司だと、ちょっとだって御曹司っぽいじゃないそれは何なの御曹司っぽいって。俺この前誰かにも言われたんだよね、御曹司っぽいですよねって。うん、まあ今はともかくそのオープンした当時とかね、オープンした当時御曹司っぽかったのいや、あの今はともかくってなんで、むしろちょっと残念だないやもうより御曹司っぽくなってるんだったら分かるけど、もう御曹司なら分かるけど、レス御曹司なの、御曹司気味ではなくなってるってこと。もうそういう年齢でもないじゃないですかだから御曹司が満を持してやりたいことを始めたぐらいのこう、うん、リリースっていうか、あ、リリースポイントは御曹司感があったってこと。こう店を出した時にね、うんうん、いやだからこの前もさ、だってそれで出してカフェを出したのに、うんうん、いやカフェじゃないんですみたいなことを言うじゃないですか。で、うん、次の店も、うん、で違うことやり始めたりとか、うんうん、いやそれは御曹司感があったってこと、まあ、やりたいことをやってるんだなっていう。いやこの前もだからあるコミュニティの10人ぐらいの人たちが井川さんの話を聞きたいから集まるっていうのがあって、うん、いいですかって言われて、うん、いやいいよって、何の話すればいいのって言ったら、いやなんかいろいろ面白いから豆彦で普段やってるようなことをおしゃべりくださいって、はい、で喋ったわけよ、はい、でまあ喋ることはほとんど苦労話じゃない。まあそうですね、豆彦っていかに大変で、うん、いかに本当に自分の言ってることが伝わらないとかって、はい、そしたらで最後だから感想みたいな、皆さんどうですかって言ったら、いや本当にただ道楽でやってるのかと思ったけど、こんなに苦労してるとは思わなかったのって言ったら、うんってみんなが、うーん、だからこいつら何の話を聞きに来る、俺が何油田サウジアラビアに油田をおじが持っててとか、うん、そういう話でさ、他にもいろいろみんなだから納得感が欲しかったんじゃない、納得感が苦労話だったから、納得したけどがっかりみたいな、がっかり夢を見てたのかな俺に。いやがっかりじゃなくて、うん、まだ隠してる、そう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 、って思われてますよいやいや絶対そう。だからこれ前も最初の最悪それ、俺こんなに喋ってるのにまだまだ実は御曹司なのに、いやなんか分かってるとは思うんですけど、うん、この何もこう情報なしで、うん、じゃあこの話を聞きましたって言ったら、隠してないって言ってもまあなんていうか多分明るいからだと思うんですよ、この状況でもね。例えばだから黒話も楽しく話すじゃないですか、まあ、どっちかって面白く話すじゃないですか。で、それに嘘偽りないんだけど。いや、だって苦労話はもう苦労して話す。いや、コロナで全然お客来てないんだよ、今日も。うん、本当に売り上げとか、うん。いや、だから道楽に見えると思いますよ。いや、それと、うん、その、最初にも言いましたけど、うん、その最初の、初めて出した店なのに、うん、そうなんか居抜きで、うん、とにかく出しました感とか一切ないじゃないですか。
なんかもうこうスケルトンで一から作ったよ。そうそうそう、うん、もう贅沢にお金かけて、うん、作ってるじゃないですか、うん、だってそういうお金をかけたかったっていうか、こういうまあそれでもなんかいまいちだなと思ってるけど、まあせめてこういうものと思って作ったんだ。あ、そうそう、だからお金かけたっていうのはその結果としてね、うん、お金かかってるじゃないですか。だから、うん、いやそれはそれを道楽って解釈する人はいると思うんですよ、うん、まあ、そういう店もあるし、うんうん、でもちょっと酒井君はまさか道楽だと思ってないよね。思ってないですよ。思ったことないです。それはないです。実は まさか今の時点で疑ってて。ないこんだけ付き合ったけど、まあまあ井川さん本当の本当は僕にまだ打ち明けてないと思うんですよっていうことじゃないよね。いや、ないないない、それはないですよ。ってことはだから気づく人は気づいてるってことでしょ。あ、そうそうそう、いや気づく人、いやだからこれ何回も言ってるんですけど、うんうん、そんなに伝わってないっていうのが分からないっていうのがずっとこの話なんです。いや、そうなんだよ、はい、だけど本当にだからそういう俺がのことを道楽だと思って、うんうん、何明るく喋ってるっていうけど、明るく喋んないでさどうすんだよ、うん、だって何が本当にコロナで今日はそんなことのために人集めて、本当今日の売り上げこれが最近の売り上げ表ですとかって見せてね。まあコロナのこと自体はねそんなテーマしてないです。まあまあ確かに今日もそうだけど、だけど本当は今日はさこのコロナの話するんじゃないの。普通は、普通はね、だから国の対応が遅いとか今日はね、安倍の一つのまあそれはでも興味ある人いないでしょ、その話はさすがに、うん、だけどいやいや、もし今日緊急なんとか、うん、いやなんかだって俺の知り合いのカフェのオーナーは5月7日今日じゃない、うん、ズームでさ、うん、緊急なんとか、うん、今僕たちは店を開けるべきかっていうテーマで話してると、もう裏番組で、あ、そうね、それはだ1500円だって確か聞くのに、まあそれも Zoom ね、Zoom で売り上げにするのかわからないけど、まあするんだろうけどね、はいはい、でもその裏でさ、以下は御曹司かっていうテーマで裏番組に緊急性ないだよ、マジ不要不急っていう意味で言ったら不要だし不急だし、その5月7日の夜に緊急事態宣言が延長になった日の夜に渋谷のど真ん中で、豆彦のオーナーは果たして御曹司かっていうテーマで、参加費はいくらとか今日取ってんのか取ってないのか知らないけど、ナポリタンが出るよこの後果たしてその歌あたりも含めたら全部完全な御曹司で世間ずれしてる、全く世間知らず、世間知らず以外の何者でもないじゃない、うん、コロナへっちゃらみたいな、ね、コロナへっちゃら、だっておじおじのサウジアラビアの油田からお金はいくらでも言えば入ってきて、今日はもう本当ならみんな別にそのフカヒレとか出してもいいんだけど、それじゃあれだろうからナポリタンにしてみたけど、ちょっとケチャップいいやつとか、そんな感じ、完全な世間ずれしてる本当のお坊ちゃんだね。どうだろうこれはもういや、どうにもならないね確かに。まあ果たして御曹司なのかっていうほど、うん、思われてるんですかね。いやだから思われてるかどうかわからないけど、そういううがった目で見たらもう御曹司以外何者でもなく見えちゃう、うん、まあ、見えてる人はいるんだろうなっていうのは、だってだからちょっとはいやいや違うって、例えばこのイベントとかにこのっていうか、うんうん、イベントとかに 1,2 回来てる人も、うん、豆彦だよ俺の M 彦とか読んでる人も、うん、このコロナの時にいよいよ井川の泣きの顔が拝めると思っていた人が、うん、はいはい、もうケラッケラしながら今日の夜はね、まあ、ナポリタンだよとかっていうのを聞いたら、いやだから御曹司の例えもね急にアラブみたいになるからまたまたって、まあ、ちょっとずらしてね、うんうん、だけいやずらすっていうかずらさない御曹司ってあんの、どういうの、じゃあ御曹司ってなんだよ。いやありますよ、だってそんな
カフェにはあんまないですけど、うん、まあ、レストランなんていっぱいありますよ、そんな。御曹司がやってる。そう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 。まあその御曹司のやってる店がオーナーだったりすると、うん、その内装とか同じなんですよ。だからこだわってて、うん、選んでるこういう皿とかも全部こだわってるから、うん、統一感もあって、まあ、いいんですよ。うん。でも逆っていうのも俺知ってるよ。ある電子会社、電子部品会社の御曹司がやってる、うん、それなんかお金があるから始めた。フレンチは、うん、全部なんだか知んないけど猫足なんだよ。こうやってね。ほう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 。足が。だから足入んねえんだよ。食いにくいんだよ、うん。だってここんな分厚いところにもうここの辺にこの装飾が。あばら骨のこのように溝のところに刺さるからね、フレンチなの、うん、まあだからそういう、あ、そう、そう、まあでもまあそんなダメな店のことは記憶ないですけど、うん、まあ、同じ代官山でもある大きいね、うん、お菓子メーカーの娘次女かなんかがやってんの、やってるお店があって、うん、それはもう本当に、うん、この店すごいなと思って聞いたら、いや実はオーナーがそうなんですよって言われて、あ、なるほどね、だから小さい頃から、あ、いいもの食べて、そうそうとか、そういう自分のお菓子は食べさせないでね、まあ、料理はその旦那が出してるんで、うん、まあそう美味しいんですよ、うんうん、まあ、だちょっとややこしい、まあ、あんまり言うと分かっちゃう、分かっちゃうから、そうそうそう、うん、でもその重機とか内装とかテーブルクロスとか、うんうん、細かいね、そういうのはよくここまで行き届いてるなっていうふうに思ったんで、まあ、お店の人に聞いたんですよ、うん、どういうお店なんですかって聞いたら、うん、あのオーナーがカクカクシカジカでって言って、ああだからこうなるんだみたいなのが、うん、じゃあビジネス感が出てた方がいいのかね、もっと御曹司感を 薄めるために薄めたいですいやもう今の話聞いたらもう徹底的に薄めなくちゃっていう危機感さえ感じた今、うん、だからもう名前も変えた方がいいね、豆彦なんていうの、まあ、豆彦っていう名前もね、豆彦もなんかなんだよそれ、うん、そう思ったらもうイラドラしてた、やっぱり串カツ田中とかやっぱり最高の名前だもんね、もうビジネスでしかない気がするもん ね、うん、串カツ田中とかさ、うん、あーなるほどなって思える、うん、何カフェ豆彦って、うん、確かに猿田彦の方ビジネスな感じするもんな、あ、そうですか、いやするでしょなんか、いやいやいや、もうだからなんだか分かんなくしてるっていう時点ではもうビジネスじゃないよね、豆彦って、うんうんうん、なんだか分かんなくしてんだもん、うん、串カツ田中って串カツしかないでしょ、田中さんが串カツやってんでしょって、うん、分かりやすいよね、うん、まあそういうビジネスビジネスですよ、もうあの、うん、いきなりステーキとか、いきなりステーキとか、うん、もう何やるか、何やるんだろう、え、いきなりステーキって何ですかいやコンセプトがそのままいきなりステーキだ、うん、ってことだもんね、うん、ビジネスです、うん、だからそういう意味で言ったら確かに俺ね、豆彦やってた時に豆にこだわってる何でとか、うん、豆の店なんだとかって言って、うん、コンセプトを押し通したじゃん、うん、はい、でもどんどんそのうち手詰まりになるわけよ、何も豆の出すもんないから、まあ、最初豆結構ありましたし、ね、まあ、豆あったし、うんうん、でそのうちに2ページで終わらないぐらいはありましたよね、終わったあった、うん、だから逆にほとんど売れないから、はい、だって豆なんかみんな好きじゃないし、そうですよね、それでそのうちチョコがやりたいとかスタッフが言うじゃん、はい、でもダメだチョコは豆じゃないじゃん、うん、って言ったらもうスタッフの方も負けじと、いやカカオ豆ですなるほどくそよし、なるほど、今日からチョコ解禁、うん、まあそうですね、うん、まあ、豆だもんね、豆だもん、そこはまあそれでだからアイスね、うん、先週の話じゃないけど、うん、アイスクリーム、うん、アイスクリームだって言ったらダメだろ、アイスなんて全然そんなものは豆じゃないだろ、うんうん、って言ったらバニラビーンズまあそうですよねって言って、うん、まあ そのアイスにわざわざバニラビーンズだけ買って、あのね、ね、じゃあいいアイスクリームをわざわざ溶かしたアイスクリームマシンにバニラビーンズだけ入れて、バニラビーンズアイスクリームって言って、言うとは分かりにくいから、バニラ豆アイスクリームっていう商品名だったんで最初。なるほど。だからバニラ豆アイスクリームの中に、さらに
自分たちが炊いたあんこがあるから、あれ入れると小豆じゃん。だからバニラ豆小豆アイスクリームってもう何のアイスだかわからない、まあ、むしろまずくして出すみたいな、ね、そうそうそう、だからもう豆に一番美味しいやつにどんどんまずくしてだからこう、そうそう、だから豆にしなくちゃダメだってことになって、ああちょっとね、だからそのうちもだから本当になんかスタッフとかはすごい手が込んでるから豆に働くとかでもダメだそれ逆にうまいですね。だからもうさ、トンチになってきちゃってすごい豆豆しく働いてるからとかって言って、もういいよそれでもとかって言ったら、それあたりでサンドイッチ出したり、はいはい、だけどサンドイッチも昔は豆じゃなきゃからダメだって俺言ってて、大豆をフムスって言って、大豆をこう潰してこういうなんかパテにして、それを挟んだり塗ったりして OK とか、その最初はジャムもダメだ、ジャムなんか豆じゃない、だからピーナッツバターならいいって言って、もうとにかく全部豆じゃなきゃダメだっていう風にしてたんだよ、してましたね。でそのあたりでコンセプトって打ち出してたけど、そのうち崩れて豆豆しか働けばいいとかって、うん、なんて言うんだ、そのあたりから多分本当に御曹司っぽくなってきたっていうかもうなんか緩いんだか適当でだろっていう、その適当な感じが、うん、なんだろう、ほらほら、朝が来たの、うん、朝が来るだから朝ドラの、はい、朝が来たの、あのあいつがやってた御曹司、玉木宏がやってた、はい、あんな感じで多分なんか着物着てふらふらなんか豆彦に来て、なんかそんなのよろしいやろみたいなこと言って、高等遊民的な、高等遊民的な形でカフェやってるって思われてたのかもしれないね。でも違うよ本当に、もう今日明日のお金もないっていう生活を15年続けてるんだよ。あ、逆に言うと今日明日のお金がもうないっていうことを15年続けた結果、高等遊民になったのかもしれないよ。ああ、その精神がね。精神がね。いやだから逆に言うと高等遊民っていうのは、うん、本当の苦労してないと高等遊民にはなれないっていうふうに思えないかね。ああ、なるほど。うん。うん、だって、うんうんうん、あの京都に行った時に、はい、京都のいろんなそのなんていうの、京都の人のお金の使い方って、うんうん、晴れ時計の使い方っていうのは、はいはい、やっぱり京都の人ってのはみんなその、例えばまあ日本で一番古い都市国家じゃない、はい、だからその都市の生活っていうのを維持していくっていうのは本当にその倹約をしたりとか、はいはい、そのなんていうんだろう、今まで今日ねはそのコロナで騒いでるけど、はい、別にその江戸も含めて飢饉もあるし、うん、疫病が流行るなんてことはもうしょっちゅうあって、はい、まあ、あと大火って火事があったり、はい、だからそういうものが来るのがもう当たり前だから、うん、例えば蔵を構えて火事になっても財産は守るとか、うん、あとはそのなんだろう、贅沢しないようにお茶漬けが流行るとか漬物をうんね、その漬物質素倹約を楽しむ、はい、でもある時にその例えばお祭りがある時にはパッとそのお金をバッと使うとかっていう、はいはい、いわゆる晴れ時計みたいなことをその、まあ、暦の概念とかもそうだよね、はい、そういうものから高等遊民っていうのはできたと思うわけよ、はい、で俺あのくるみ堂喫茶店の時に、まあ、よくよく言ったんだけど、はい、今の人の晴れ時計の晴れっていう概念は、はい、お金を使うことだと思ってるあっていうことになってると思うのね、まあ、一番わかりやすい、わかりやすく言えば、うん、でその晴れの食事、家の食事、例えば昔だと家の食事っていうのは精米しないんだよご飯を、うんうん、でも晴れの日には精米するんだよ、うんうん、なぜなら神様とつながるために白くした方がいいから、はい、お餅っていうのは白いから晴れなんだよ、うんうんうん、だから玄米をつけば別に日常食なんだよ、うん、お餅でも、はい、だから白くするっていう、だから例えば煮物一つとっても、はい、その白く仕上げる煮物と醤油で茶色く甘辛く煮つけるっていうもので、うんうん、同じ大根の煮物でも晴れ時計でレシピが違うんだよ、はいはい、
でそういうようなことで同じ大根でも、うん、その雰囲気を変えることで、うん、生きていくっていうことって、はい、すごく都市国家で生きていく上でのすごく知恵じゃない、はい、でも今の人たちって例えば吉野家のうなぎゅうってある、ね、うん、あれうなぎに、うん、両方入ってるですね、両方入ってる、うん、あれって780円とかじゃん、うん、でも本来うなぎっていうのは晴れのものでしょ、で牛っていうのもそのないものを、日常にないものを何か取り入れるっていうことで晴れの日を演出しているのに、うなぎってどっちも日常にしてどうすんだよバカって思うわけじゃん。つまりあれが毛になっちゃったらもう晴れの日にすることって何にもないよね。吉野に行くことがもう晴れじゃないってことですよね、うん、そう、うん、だから吉野家にうなぎと牛丼っていう晴れのものを組み込んじゃったら今の YouTuber の人はもう晴れの日の演出することがないから、うん、なんだろう何お風呂になんか入れてみたみたいな、だから、うん、シャンパン風呂に入ってみた、うん、とかさ、うん、なんか俺 YouTube 見ないから分かんないけど、うん、すごいんでしょ、うん、子供が見るやつですよね。そうそうそう、うん、だから今の子供はうなぎと牛丼を食べてみた、 うな丼と牛丼を食べてみたっていう YouTuber 見ても、うん、何あいつうなぎを食ってんだよ、うん、って言って何こんなマークついちゃうわけでしょまあそうね、うん、いやこっちかもしれないですけどね、うん。